今日もコレクション魂、アマノンライダーです。俺の特撮コレクション魂、略してコレたま。このチャンネルでは特撮コレクションをメインに自分の特撮ライフを皆さんにお送りしています。さて今日紹介するのはこちら。実はこちら仮面ライダーダブルの放送されていた2010年3月、約10年以上前にバンダイから発売された商品なんです。なぜこちらのね商品を今回紹介しようかというと、僕のツイッターのフォロワーさんから某有名な YouTuber の方が長年探し求めていたこちらの商品を自分もゲットできましたというねツイートをしてこられて、そちらを受けて僕これ持ってますよっていう話をして、その後のやり取りの中で、まあ、シークレットがあると、そちらをね、ぜひ見てみたいということで、じゃあまあ今回ね開けてちょっと紹介してみようかなと思って、こちらを選びました。さてどうなるでしょうか。はい、こちらの商品なんですけども、みんなのアドベント仮面ライダー平成ライダー編と書いてあります。確かこちらねガンダムも出てたと思うんですけども、仮面ライダーとしてもアドベントという商品はこれ以降出ていません。もちろん昭和編というのも出ていません。価格なんですけども、当時税抜きで3000円だと思いますけども、定価で見てもらうと値札では2520円で買えたようです。でアドベントというのは何かというと、キリスト教でイエス・キリストが降誕されたねクリスマスですよね。それまでの12月1日からの毎日で24日間を木の箱のようなねものを作って、まあ、日付を書いておいて、そこから一つずつね箱を開けていくというアドベントカレンダーという、ね、習慣が西洋にあるようで、まあ、そちらをアレンジして10個の扉を作って10個の商品を毎日1つずつ開けていくというコンセプトでまあ作られたようです。こちら実はもう1つね、この箱こういうふうにねもう開けてあって、もう全部蓋を開けちゃってます。昔駄菓子屋さんでねよくこういうお金を何十円か払ってこう開けていくというね、まあ、昭和感のあるねこれ箱ありますよね。そういうようなね商品に似てますけども、こちらはまあこう一つずつ順番に開けていくようですね。こんな感じですね。箱としてはこのような感じ、横がこのような感じね。で反対側もこうみんなのアドベントと書いてありまして、まあ、裏がこのように商品の説明がされています。こちらね今からじっくり見せていきたいと思います。はい、こちらが箱の裏になります。下の方を見ると魂ネーションのねマークがあります。まあ、こちらが企画をして、まあ、上にね同時期にガンダムもやはり出ていたということですね。まあ、魂ネーションの方からですね、開けるまで何がどこに入っているかわからないドキドキ感が楽しめる、まさに大人のためのおもちゃ缶と呼べるアイテムなんてね書いてありました。でこの裏のね内容をちょっと見ていきたいと思います。まあ、こちらにみんなのアドベント仮面ライダー平成ライダー編とあります。そして記念日を自由に設定し10日間をライダーグッズでカウントする新感覚商品とあります。内容を見ていくと、マイクロ SH フィギュアアーツ全2種ということで、仮面ライダーディケイドノーマルのタイプとコンプリートフォームいずれか1種類、稼働フィギュアの新スタンダード SH フィギュアアーツがパッケージごとミニチュア化、そしてディスクアニマルのアカネタカですね、そしてセリフストラップ全3種いずれか1種ということで、仮面ライダーディケイドのおなじみのセリフが入っていると。そしてこちらにはピースメーカーフィギュア、仮面ライダークーガーアルティメットフォーム、懐かしのダイキャスト製フィギュアブランドを現代の仮面ライダーで復活ということです。こちらにシークレットクーガのゴールドバージョンが入っているということです。そして仮面ライダーキバですかね、なりきりアイテムということで、キバの世界を再現するなりきりシール、こちらをね、まあ、体に貼ったりしてなりきるシールみたいです。それのいずれか一種が入っているということです。そして仮面ライダーダブルヘッドフィギュア全3種いずれか一種ということで、そしてデンライナーコーヒー、デンライナーの食堂車でナオミが作ってくれるコーヒーのミニフィギュア、そしてマグネット音劇庫、仮面ライダー響きがマカモを退治する際マカモに貼り付けて
使用する太鼓のマグネット、そしてこちらがピンズ、大ショッカーマーク、大ショッカーマークのピンズが入っている。そしてこちら仮面ライダーディケイド世界幕ステッカー全5種ということで、仮面ライダーディケイドの劇中において光写真館のスタジオに出現した世界幕、そちらでアギトの世界、ファイズの世界、カブトの世界、ブレイドの世界、リュウキの世界、この5種類が入っているのか、いずれか一緒なのかな、ちょっとこれ分かりませんが、こちらが入っているということです。このようにね、全種類の写真が載ってます。10個の扉からこの中の何が出るか、開けてからのお楽しみということでね。はい、それではね、こちら開けていこうと思いますけども、こちらねマジックテープになって、ここを開けるとこのようになっていまして、仮面ライダーのね絵がついていて、こちらには売りが書いてあります。で、実はねこちらここで普通は開けていくんですけども、もしねコレクションしたい、まあこういうのをね破ってね汚くしたくないという方は、このようにね上のところが開けれるようになってます。ここを切ってもらって開ければこのような箱が出てきます。このようになってます。で、それぞれね、まあ、そこに対応した商品が入っていますね。実はですね、先ほどあの箱、中の箱を取り出しましたけども、開いたやつを見せていくと、一つずつ裏にね、セリフが書いてあったんですね。一番目見ると、見ててください。俺の変身。クーガのね、有名な最後、セリフですね。二番も開けていくと、人の運命がお前の手の中にあるなら、俺が奪い返す。アギトですね。そして3番目を見ると、俺は運命と戦う、そして勝ってみせる。4番目、戦うことが罪なら俺が背負ってやる。5番目のところ、俺は絶対に死ねない。6番目のところ見ると、結構鍛えてます。このようにね、仮面ライダーと名台詞が一緒についてますね。で、7番目がおばあちゃんが言っていた。で、8番目、俺参上。で、9番目のところを見ると、行くよキバット、キバっていくぜってやつですね。そして10番目、これはまあディケイドのところなんでしょうね。あ、これディケイドとダブルが両方ついてますね。ディケイドのところに通りすがりの仮面ライダー覚えておけ。ダブルのところに、さあお前の罪を数えろ。まあ、このようにね、仮面ライダーと名台詞が一緒についてて、まあこちらをね、開けるときもね、まあ面白いんでしょうね、これね。それではね、こう開けていこうと思いますけども、一番目のところからの商品をずっと見ていきましょうか。で、これがちょうどこのように入ってました。で、こちら1番目というのはここになるので、こちらを見ていくと、まあこれでもう見えるんですけど、仮面ライダーダブルのヘッドが見えてきました。じゃあこちらをね、開けていきますね。はい。こちらね、このように仮面ライダーダブルのルナトリガーヘッドフィギュアが出てきました。このようにね、ボールチェーンがついていて、まあキーホルダーのようになります。まあ裏はね、開いてませんので、あのマスコレのような感じにはなってません。分けることもできません。では次をね、開けてみましょう。2番のところ、何かというと、これまあ見えちゃうんですよね。響きの音劇庫ですね。ちょうどこの上のね、ウォッチとこちらのね、突起、こちらへこんでるんです。ベルトのところにね、つけてるのと同じような形ですね。裏はマグネットです。3番目の袋、開けていきます。こちらは、ナオミのコーヒーですね。上のね、青い生クリームっぽいものと、まあコーヒー自体がね、なんか赤いイマジンたちが飲んでいた。あのコーヒーですね。カップはこのようになっていて、お皿もこのようになってます。裏は特についてないですね。取っ手がこのようについていて、まあ離れることはないですね。このままで飾っておく。マジンズとか電王とかと一緒に飾っておくといいかもしれません。では次のね、袋に行きたいと思います。出てきました。こちらです。大ショッカーのマークのピンズです。DCD、ディケイドのね、DCD の、ちょうどここにもね、DCD、これ今日ディケイドのやつ着てるんですけども、DCD のマークがついていて、2つのね、頭の大ショッカーのマークです。後ろはこのようにピンズですので、金具がついていて、こちらで留めて、つけておくということですね。それでは次のね、5つ目の袋に行きます。出てきましたよ。仮面ライダー牙のクイーンの紋章ですね。こちらこう薄い透き通った感じでね。これをボディに貼り付けるようなシールということですね。それでは6つ目のね、袋を開けたいと思います。ディケイドのね、光写真館の後ろの幕ですね。今開けましたけども、このようにね、5枚シールがセットで入っていました。そしてこれ1枚目ね、このアギトのね、イコンの絵ですね。次が
ファイズの世界のオートバジンですね。そして兜の世界、東京タワーと、まあ、天道宗師がね指を指しているような絵ですね。そしてブレードの世界、ラウズカードのブレードのマークちょうどね。そして最後に龍騎の世界、ドラグレッターですかね。まあ、このようにね5枚シールが入っていました。それではね、7番目の袋に行きます。これ結構ね重くて分厚いです。ということはね、仮面ライダーフーガアルティメットフォームのフィギュアだと思います。中にはねこのようにプチプチに包まれたフィギュアが入っているようです。これをさらに開けていきます。また中からこのような袋に入ったフィギュアになってますね。ダイキャスト製なのでちょっと重いですね。そして台座もついてます。仮面ライダークーガのアルティメットフォーム、開けてみますね。はい、このように台座がまず出てきました。まあ後ろこのような感じですね。そしてクーガの腕をつけてみます。こちら はめ込むだけです。このように仮面ライダークーガアルティメットフォームのダイキャスト、足がこのように台座にはめ込めるようになっています。これをまあ台座にねつけてお見せしたいと思います。あ、台座はね穴が大きさが違うので足のね向きに注意してもらって、小さい方の穴に小さい突起、右足はちょっと大きめの突起になってますので大きい穴の方に入れるということですね。このようになりました。では次のね袋を開けていきたいと思います。次が8番目になるんですかね。こちら開けていきます。こちらにはね、アカネタカが入ってました。仮面ライダー響きのディスクアニマル。こちらもね、こうはめていく。ここはね、キーホルダーとかに付けれるようなフックのようなね、金具がついています。このようにね。これをはめ込んでいくと、はい、このようにね、なりました。まあもちろんね、変形ギミックはないです。飾る。もしくはキーホルダーみたい。ただ羽のところはわざと組み立て式になっているので、しっかり固めていかないと取れてしまってどこかで落としてなくしてしまうという形になるので気をつけた方がいいですね。では次のね9個目の袋はこちらが入ってました。ストラップですね。ストラップ、じゃあ開けていきますね。中からは姉さん、こちらが出てきました。ディケイドの風画で五代雄介が姉さんっていうね名台詞でありますけども、まあ、これね、ラバー製ですね。まあ、こちらは金具で留められていて外れませんけど、こちら紐のねストラップになってます。まあ、3種類のうちの1つということですね。10個目に行きます。じゃん、ディケイドの SH フィギュアーツのミニチュア版。このような本当にね SH フィギュアーツのマイクロって書いてありますけどミニチュア版ですね。実際にディケイドが入ってます。これで10個ね開けましたので、一旦ここでね今入ってたやつをお見せしたいと思います。はい、こちらね今出したものを箱と対比するように並べてみました。1番目が仮面ライダーダブルのヘッドフィギュアですね。2番目のところが仮面ライダー響きの音劇庫のマグネット。3番目のところ、これがナオミのコーヒーのフィギュア。4番目に対するところ、ここに入っていたのが大ショッカーのマークのピンズ。5番目のところ、キバのボディシール、クイーンの紋章です。6番目に対比するところが仮面ライダーディケイド光写真館の世界観のマーク、これのシール5種類すべて入ってます。7番目のところに入っていたのが仮面ライダークーガダイキャスト製のフィギュアです。8番目のところに入っていたのがアカネタカのマスコット。9番目に入っていたのがセリフストラップ。10番目のど真ん中の最後に入っていたのがマイクロ SH フィギュアーツ仮面ライダーディケイド。ということでね、全種類このように出したんですけども、これで全部揃ったわけではないですよね。実は僕一箱だけじゃないんですね。フォロワーさんも言ってましたけども、なかなかないようなことをね、言われてたということで、現存しないぐらいの、ね、勢いで言われてたんですけども、一箱どころじゃなくて持ってます。それがこちらです。じゃーん、先ほどの一箱、これとね別に段ボール一箱持ってます。12個入りで、このようにねさっきの箱がまだ12箱あります。なのでシークレットだとか他の種類のものが出るまで開封していこうと思ってます。今段ボールからね一箱出したんですけど、皆さんに謝らなきゃいけないことがあって、というのはです、これ全部未開封かと思ったら、一つ目ね、この一番上のところから取り出して、持った途端にですね、中カラカラしてて、
もうね、実はこれ開けてあったんですね。ちょっと僕は忘れてたんですけど、こちらから開けてあったんですね。そしてもう中の箱がなくてですね、取り出したグッズがそのまま入ってました。今からお見せします。ディケイドの、これはまあ先ほどと同じマイクロ SH フィギュアーツ。そして仮面ライダーダブルヒートメタルのヘッドフィギュア。そしてセリフストラップが通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけですね。そして大ショッカーのピンズです。あと、アカネタカですね。さらに、ナオミのコーヒーのフィギュア。そして、音劇庫のマグネット。そして、ちょっとね、シールが見当たりません。牙のね、ボディーシールだとか、仮面ライダーディケイド光写真館の仮面ライダーの世界観のシール。そちらが入ってなかったです。で、その代わりですね、実は、じゃじゃん仮面ライダーフーガアルティメットフォームのゴールドバージョン、もうすでに出てたんですね、昔。それで、もうそれ以上開けなかったのかなと思いますけど、実はフーガのアルティメットフォームゴールドバージョンがもう出てました。ただね、まだ他のね、バージョンのものが出てないやつがありますので、まあそれが出るまで開けていこうと思います。じゃあ別の箱を開けていきたいと思います。まあ残念ですけど、またマイク SH フィギュアーツはディケイドのノーマルですね。ルナトリガー。シールはクイーンのマット。ストラップの方も姉さん。最初に開けた箱と同じものでした。多分同じ箱には同じ内容が入ってるんですね。じゃあ次のね、やつを開けていこうと思います。さあ、次は何が出るでしょうか。じゃん。ん？こちらもノーマルのディケイドです。シールがワタルの通りすがりの仮面ライダーだ。ヒートメタルですね。フーガのアルティメットフォームがノーマル版、そちらのセットみたいです。じゃあ次の箱を見ていきます。ん？残念です。また一番最初に出したやつと一緒です。じゃあね、次へ行きます。またですね。クイーンのマーク、ノーマルのディケイド、ルナトリガー、やっぱり姉さん。じゃあ次ね、いきます。さあ、今度こそはね、出てほしいですね。全く一緒です。何これ？ 4 つ、全部同じやつを僕が選んでしまったということですね。もうないですよね。よし、また開けていきます。もう今度こそね、出てほしいですね。お、違うよ、これは。やっと出ました。違う種類の箱。これサイクロンジョーカーです。牙の紋章。ストラップがちょっとくすぐったいぞ。ダイキャストのフーガーアルティメットは、まあもちろんノーマルですけども、やっと出ましたね。ディケイドのマイクロ SH フィギュアーズのコンプリートフォームです。これで全部ね、やっと揃えました。段ボール半分開けたと思います。じゃあね、全種類並べてお見せしたいと思います。それでは一つずつ紹介しておこうと思います。こちらが仮面ライダーダブルのヘッドフィギュアですね。サイクロンジョーカー、ヒートメタル、ルナトリガー、仮面ライダー響き、音劇庫のマグネット、ナオミのコーヒーのフィギュア、大ショッカーのピンバッジ、仮面ライダーキバのボディーシール、ワタルのシールとキバの紋章、クイーンの紋章のシール、仮面ライダーディケイド光写真館の仮面ライダーの世界の幕ですね。5種類ありますが、イコンがオートバージン、東京タワーを指さしている兜の世界、ブレードのラブズカード、龍騎のドラグレッター、アカネタカのマスコットフィギュア、仮面ライダーディケイドのセリフストラップ、通りすがりの仮面ライダーだ、ちょっとくすぐったいぞ、クーガの姉さん。そしてこちら箱から出してますけども、仮面ライダーディケイドマイクロ SH フィギュアーツノーマルのバージョンとコンプリートフォームのバージョン、こちら見ていくとライドブッカーだとか、後ろの塗装もしっかりしています。普通の SH フィギュアーズにはついてませんが、なんか HG のフィギュアとかにね、よくついてる足を支えるようなタイプの台座、こちらがついています。コンプリートフォームも、まあまあですね、ミニチュアサイズなのでね、なかなか細かいことは言えませんけども、ヘッドの部分だとか、胸の部分のカードのライダーの塗装も、目は色がね、ついていて、顔は確認できませんけども、なかなかですかね。後ろもこのようになっています。そしてこちらね、すごいのが、この箱なんですけども、SH フィギュアーツのマイクロ版という形で、フィギュアーツのものと同じような、仕様になっています。ちゃんと名前も書いてあったりだとか、まあ、こちらにね、まあ、マイクロとは書いてありますが、それ以外はほとんど一緒ですね。反対も。そして裏の説明もね、全く一緒のように書いています。こうやって見ると、お客様相談センターだとか、対象年齢だとか、このようにね、細かいことがね、すべてミニチュア化されて書かれてるんですね。コンプリートフォームの方も、このように名前が書いてあったり、
裏もしっかり説明がされています。そこも同様にね、項目が書かれています。このようにね、なかなか精巧にミニチュア化されています。ただ稼働はねしませんのでね。はい、そしてこちらが仮面ライダークーガアルティメットフォームのダイキャスト製フィギュア。左がノーマル、右がシークレットのゴールドバージョンになります。おそらくシークレットは段ボール1箱に1個だけ入っていると思われます。まあ重厚感があって小さい割にかっこいいですね。裏はこのようになっています。10年以上前のこととはいえ、まあ自分の物忘れで当時シークレットが出て、まあそれで満足しちゃってそれ以上開けるのをやめてしまったんだと思いますけれども、まあ開封してすぐにというより開封する前から開いていたというオチで、まあすぐにシークレットが出てしまい、動画的には盛り上がりに欠けますが、まああってよかったですね。ということでね、全種類の商品を紹介しましたけども、ちなみにね、仮面ライダーディケイドのマイクロ SH フィギュアーツ、まあ、こちらがね、普通サイズの SH フィギュアーツとどのぐらい違うかというのをね、お伝えしようと思います。今ね、普通サイズの SH フィギュアーツ仮面ライダーディケイドと仮面ライダーディケイドコンプリートフォームを並べて飾ってみました。箱はねちょっと見つからなかったので、比較ができませんが、フィギュア自体、このような大きさの違いがあります。裏はこのようになっています。塗装もそこそこしっかりされていますので、まあ、なかなかのものかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今日はみんなのアドベント仮面ライダー平成ライダー編、こちらを段ボールも開けて中に入っている商品全種類出させていただきました。ようやくコンプリートすることができました。もしよろしかったらいいね、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では次回もコレクション魂、バイバーイ。